片塩を商店街商店街簡易一図編、塩商店街は、奈良県大和高田市にあるアーケード商店街。近鉄南大阪線高田市駅の北側に、石園座匠志玉神社を囲むようにこの地形に広がっている。奈良県の省都、大和高田市を代表する商店街の一つである。大阪と奈良県南部吉野方面を結ぶ。 近鉄南大阪線、高田市駅前に位置し、主に近辺住民に商品を売る商店街である。現在、高田市、駅前商店街、片市を言う通り、三三中通り、片地をコスモス通りの4つのグループに分かれて、買い物客に対して様々なサービスの試みを行っている。2015年近畿経済産業局より、近畿イケテル。 商店街10選に選ばれた。また2016年に中小企業庁より全国、羽ばたく商店街30選に選ばれ、表彰された。1929年に大阪鉄道、高田町駅が開業されるに伴い、自然発生的に商店街が構成され、1945年頃には大まかな形が出来上がった。 1980年頃になると、近辺に、泉谷サティというスーパーマーケットができるに従って、次第にアーケードなども整備され、吉野方面からの買い物客などで賑わった。その後は、大型店舗郊外化の影響を受け、サティを中心に、近辺の住民に対する商店街として徐々に性格を変えていった。現在は泉谷、サティの撤退を経験して、 4通りの商店街が一丸となり、独自のイベントや施設を作り、地元に愛される。商店街というテーマのもと、地元のファンや行政、地元企業の協力も得ながら、精力的に活動している。カットサロンナオハラ、秋菜美容生体委員、ネールアオアグア、気候生体委員、ティールームマーガレット、末吉楽器店、喫茶シャドウ、酒蔵割烹深は、婦人服カリス。 姿勢、同福スケア、カイロプラクティックイン爽やか、セレクトファッションひなた http コロンスラッシュスラッシュ,ュ hinata-select.com。ドラッグ大押し、洋服の病院、成長不動産、着物系ロマン、共振、松本新旧生骨院、デイサービス33さんさん、頑張る学園、カルリカフェアエレフラワーショップカレンド。 ヘアーサロンジャパンソレイユ、松本鮮魚店、サグインドレストランバーレストラン37プラス1。ありがとうございます。